まあ、その憧れとかそういう自分が船乗り目指そうっていう思ったきっかけを最後まで信じて船乗りへの道を選択してほしいなと思います。総員起こし、布団を畳み、換気、検温かかれ。総員起こし、布団を畳み、換気、検温かかれ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は一日密着させていただきます。今から何に行くんですか？今から朝の点呼があるので体育館に向かってきます。わかりました。じゃあ僕もついていきます。はい、お願いします。よしけん点呼もう1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2ケース、はい、体操朝掃除があるので各配置に向かいます。じゃあちょっとそれもついていきます。はい、お願いします。お願いします。ここでも暖かいですね。もう乾燥室なんで。乾燥室なんで。確かにこれがないと乾かないですよね。はい、ベランダが結構いっぱいになっちゃうんで。今は何されてるんですか？これは毎日掃除した箇所のチェックをするんで、はい、その項目ごとに表があって乾燥室の整頓っていうところでここにチェックつけて、それじゃあ逆にチェックついてるのがこれなんですか？ああ、この評価、先生の評価っていうところに次に1回評価してくださるので、そこに有料か不可でたまにこのチェック漏れとかここが汚いっていうのを書いてもらったり、最近になってやっとみんな U もらえるかなぐらいで、もう入学したての時はもう注意ばっかりでやっぱり、なるほど、歯とかやっとなんか船乗りのボーダーラインっていうかになりつつあるのかな。まだまだですけど、こんな感じで7分で結構だな。いつもはもうちょっとギリギリまで掃除して、みんながもうこう入ってってから僕は最後にって感じで行ってます。なんか早く並んだ方がいいの取れるとか。いや、ないです、ないです。でも汁物の具を取ってたりっていうのは早いかな。なんか食事のバランスがいいんで、やっぱ、はいはいはい、筋トレする人からしたら食事管理が楽で。筋トレするんですね。筋トレします。僕繊維っぽい。繊維っぽいですか？いただきます。ありがとうございます。それはなんか結構今皆さん同じ方向で向いて食べてると思うんですか？今はコロナの感染対策があって、僕らが来た時からこの一人一人こっち向きで。なるほど。最後ですけどちゃんと言います。よかったよかった。お食事中申し訳ないですが、はい、今日のメニューをちょっと買ってましたけど、今日のメニューは納豆とほうれん草とあとウインナーと味噌汁とご飯ですね。まあ、いつもこんな感じですね、朝は。なるほど。次は何をしていくんですか？この時間はいつも朝のボランティア作業があって。ボランティア作業？はい。それはもう学生さん皆さんやってみんなってわけじゃないんですけど、まあ有志で、10人ちょっとですね。なるほど。次はもう授業に向かう準備します。結構世話しない感じですね。そうですね。
まずこの授業でどういう操作を何のためにしてるんですか。船って航海するときに自分の船の位置を出さなきゃいけないんで海図を見ると思うんですけど、その海図がデジタル化されて水深とか浮標の高さとかがこのパソコン上で表示できるっていう電子海図システムって言うんですけど、このイクリスっていうその電子海図システムの授業で、今僕が乗ってる船がこの地図で言ったら瀬戸内走ってるよっていう、このイクリスっていうのも最近はなんか船に大体積んであって、この使い方知らないと走り方わかんないってことなんで、なんかすごいたらいましたね。テストが最後の4時間目の時間だったんですけど、まあ、やっぱ使い慣れてないところもあるんでイメージできないこととかあって、まあ、座学で学んだりはするんですけど、実際にこう船に乗った経験があるわけじゃないんで難しいところはあります。これから昼ご飯食べに行くんで食堂に向かった。本館の視聴覚教室に向かいます。なんか船の業界って僕らも来年練習船に乗って実習あるんですけど、はいはい、陸上職とはまた違う就職活動の仕方らしくて、なんかそのノウハウを今の学生加納先生から教えてもらって、乗船実習しながらどういう流れで就職活動していくかっていうのを、今回のガイダンスでそれを教わりました。この後はどういうの。この後は、6時間目は航海計器って言って航海科の科目なんですけど、船で使う計器類についての、今は単元で言うとちょうど午前中にあったイグリスのについての授業です。そうですね。これ大事な機会だけ着るっていう。そうですね。年に数回しかしないんですけど。じゃあ大学ではがっつり陸上をやられてる。がっつり陸上やってましたね。何やられた種目は。棒高跳びです。棒高跳び。棒高跳びですね。もう就職活動するまではもう船乗りになるなんて思ってなくて、もうがっつりなんか実業団でやれたらいいなぐらいまで思ってたんで。へえ。中高大は。部活一筋でしたね。でどういうきっかけで船員ってなったんですか、選択肢は。祖父が釣り船やってて、ちっちゃい頃からその船は乗らせてもらってたりっていうか、あったんで、なんか船に対するとか海に対する憧れはあったんですけど、やっぱそういう選択するってなったらもう高校とかも水産高校とか行かなきゃいけないんで、そうするとなんか陸上ができないっていうのがあって、そこでなんかやっぱり断念して、でもなんか頭の片隅でちょっと船に憧れててっていうのがあって、でなんか就職活動するときに仕事を何すればいいんだろうと思って、はい、それがよぎってこの学校調べてきて。なるほどですね。感じですね。懸垂とベンチプレスのセット組んでやってきたよ。なんか筋トレ YouTuber みたいになったね。筋トレ器具があるっていうのも、一つの決め手で宮古を選んだ。いや、その後から知りました。さすがに、だったらなんか体育会系の方に行ってます。
わあ、大沢です。おはようございます。です、今日はどうですか、今日の筋トレは。筋肉の調子は最高っす。最高ちょっと最後に、こう疲れた中で丁寧な動きをってことで、ちょっと外でこっから瞬発的にこの位置まで持ってくるっていう、ヘトヘトの中でもどれだけ意識するかっていう、なんか神経系のトレーニングとしてやるんですけど、今までだと、今のクリーンだと105キロとかがマックスで、大学時代はなんかもっとすごい人たちに囲まれてたんで、なんかここ来たらなんか脳筋扱いになりますけどもう全然なんか多分波ぐらいですね。筋トレ後の箸持てない感じが気持ちいいんですよきつくてこう震えちゃう感じが、あ、頑張ったもうここだけ見たら絶対船乗りの学校って分かんないますね。動いた後はやっぱり山盛りですよね。献立を教えてもらっていいですか。献立、これはなんか魚ですかね。魚のフライと味噌汁とタケノコ煮物ですね。しっかりタンパク質を入れてください。はい、なんかベジファーストで、ベジファーストで最初は畳めないですよ、このやった後は上半身やった後はこのプルプルしちゃうのが胸がもう張っちゃって、はい震えちゃうんですよね。わかります？準見があるので、もう当直学生の仕事としてこれから放送をかけに行ってきます。では一緒にちょっとついていかせていただきます。準見、準見、はい、先生、はい、準見行います。お願いします。お願いします。準見、お願いします。今の候補数、その2、3名、現在3名、異常なし。はい、体調大丈夫ですか。大丈夫です。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。乾燥して異常なし。はい、乾燥して異常なし。変なもん置いてないね。はい、オッケー、行こう。受験終わります。ありがとうございます。じゃあ、準験終了、準験終了。なお、明日金曜日は忘れ物回収箱の廃棄日です。朝までに確認すること。僕は将来優しい船長になりたいと思ってて、もともとこの船の学校に来たきっかけは、ちっちゃい頃からの船の憧れがあったっていう、まあ浅い理由だったんですけど、この学校で過ごしてる期間で船の業界の厳しいことも楽しいこともいろいろ勉強していけることができていて、まあ、船業界に関して知っていく中で、なんかもっと船のこと好きになって、そのちっちゃなきっかけでも自分の信念が固まってきつつあるので、まあ、ちょっと理由がこんなんじゃ頑張っていけないかなっていうふうに迷ってる人もいると思うんですけど、まあ、その憧れとか、そういう自分が船乗り目指そうっていう思ったきっかけを最後まで信じて、まあ、思い切った決断をして入ってくれば必ずいい船員になれると思うので、まあ、僕もまだ船員じゃないんですけど、高い志を持って船乗りへの道を選択してほしいなと思います。この動画を見ていいと思った方はチャンネル登録とグッドボタン
お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。